よくもわらわの縄張りで許可もなく堂々と他校、なかなかの度胸だ。しかも、なんという粗悪なからくり。これほどの肝っ玉の持ち主、わらわが出迎えてやらねばな。お前たちは糸を結びつける作業を続けていろ。わらわはすぐ戻ってくる。客人を待たせておるゆえ、先に失礼するぞ。二人とも、また後日会おう。旅人、パイモン、しっかりついてこい。